ビリルビンの例。黄色のビリン色素で体内でヘムが分解されてできる。ビリンはポルフィリン類の代謝物としてたくさんの臓器で生成される生化学的な色素である。ビリンは人の胆汁から名付けられたが、これらの物質はより過当な脊椎動物、無脊椎動物、構造、緑色植物、シアノバクテリアからも発見されている。ビリン類は赤色、オレンジ色、 黄色、茶色、青色、緑色を呈することができる。科学的には、ビリン類は4つのピロール間が直線上に連なっている。人の代謝においては、ビリルビンは、ヘムの分解性生物である。ヒドルキシメチルビランは、ポルフォビリノーゲンと、プロポルフィリノーゲン愛合性酵素との、生化学反応の主要性生物である。ビリルビンは、代表的な単純色素であり、破壊された。 赤血球から有利したヘモグロビンのタンパク質部分から切り離されたヘムが肝臓の細胞で黄色のビリルビンに変化したものである。人に一般的なビリン系統のその他の単重色素は尿中のウロビリン、エム分解の最初の代謝物であるビリベルジン、大便中のステルコビリンなどがある。構想、植物中の光合成色素フィコシアニンの発色弾であるフィコシアノビリンは 動物で発見されている。植物においてもビリン類は光需要体タンパク質であるフィトクロムの抗色素として利用されている。無脊椎動物のビリンの例として、ユグ雲の緑色のもとであるミクロマタビリンがある。ありがとうございます。